美薬諸島美薬島はインドネシア、パプア州北部のチェンデラワシワン、ニューギニアの北西部に位置する小島。美薬島は美薬諸島の一部で最大の島である。島で最大の人口密集地は南部海岸に位置する美薬市である。他は人口密度の低い小村が多い。第二次世界大戦中には日本軍の航空基地が存在した。 美薬島の戦いの後、アメリカ軍が島を占領した。占領された航空基地は、モクメル飛行場と解明され、その後オーストラリア空軍に移管された。1996年の地震と津波で大きな被害を出した。1998年7月6日、インドネシア軍による島民の大量虐殺事件が発生した。微薬島の住民は大多数がメラネシア人で、 宗教的にはキリスト教徒である。公用語はインドネシア語だが、美薬語も広く用いられる。オランダ語や英語の使用も見られるが、これは限定的である。人口は11万2873人。美薬党の気候は年間を通してほぼ同一の気温である、熱帯雨林気候である。市内の年間平均気温は27度であり、それは 一般的に毎日の平均気温と同じである。市内は年間を通しての毎月の降水量が年間降水量およそ2850ミ、mm、リメートルを平均したちょうど良い量であることがわかり、10月と11月は月平均の降水量200ミリメートルを若干下回る最も乾燥する月である。ありがとうございます。